皆さんこんばんは、ジェイキーです。本日もカフェキャラバン、ぜひ遊んでいきたいと思います。というわけで、本日なんですが、前回とねちょっといろいろ変わりました。早速やっていきましょう。難しいお客さんでいきましょう。さあ、どんな風に変わったかというと、こうなりましたね。2匹目のワンちゃんをまずお迎えしましたね。かわいいね。なんか色違いかな、色違いっぽいね。おうおうおう、いやーいいね。でね、この看板とかね手に入れて、あとね、ここ動線がねちょっとなんかぐちゃぐちゃってしてたのをね、なんかちゃんとわかりやすくしてみました。で、この洗浄機、食器洗浄機もねちょっといいものに変わりました。4つまでいける感じかな。で、1個ね思ったのが、これねエスプレッソをうち取り扱うのやめようかな。このドリップコーヒープラスアイス、これを買いましたので、ドリップコーヒーとアイスのドリップコーヒー、これだけでやっていけんじゃないかなっていうね。で、そうなるとこのエスプレッソの機械とか全くいらなくなるので、外出しちゃって、あれあれ、なんでアイスのお箱2つあんだ、あれあれ、前の集会で1個買ったのよ、なんで2つあんだ、あれちょっと編集でなんかわかるかな、わかんないかもしんないな、もしかしたら分裂したかもしんないけど。というわけで、一マス空いたのでここに観葉植物置いとこうかな。まあ、こうかな。あ、いいね、いい配置なんじゃない。あ、だとしたらこれ、このあれか、水道をそっちに置いて、これでいいかな。はい、というわけでね、やっていきましょう。さあどうだ、ちょっと難しくなんのかな。アイス間違えそうだな。でもカップ4つあるから、この状態で待っときゃいいんだよね。この状態で呼び込みしてればいいんだよね。このいい匂いを漂わせながら、こういうことだ。はいはいはい、ああもうこれはもう見えましたね、勝ち筋が。で、この飲み終わったやつを食器洗浄機に入れておく。はい、アイスお待ちぞ。まあ夏だからね、アイスがみんないいんじゃないかな。あ、ホットもいるね。ホットもいいよ、体を冷やさないっていうのが大事だからね、夏場にしても。さあ、アイスだね。これあれだな、洗浄機自分でやんないとダメだな。あ、まずいまずい、間に合ってない。あ、違う、間違えた。よし、オッケー。いや、ちょっと焦るな。これエスプレッソあった方がいいかもしんない。あー、待ちど、もうアイス溶けちゃってる可能性あるけど。あ、これ洗っておいて、そうだな、これ足しちゃって、はいはいはい、オッケー。いや、こういうことだよね。あ、これあれだな、豆も置いとこう。よし、で、洗い終わったやつを棚に戻して、いやー楽になったね、全自動、素晴らしい。終わった、$82、最初にしてはでかいね。で、はてな、なんだ、忍耐強いお客さん、いいじゃない。さて、その後、あー、どうしよっかな。宝物欲しいけどね、お金はね今ね結構いいもの買っちゃってるのでいいんじゃないかな。宝物行きましょう。さあ、あー、グラインダースモールカップ、いやー、お金かな、結局お金だ。まあまあまあいいでしょう。いや、これも宝物かな、やっぱり。どうだ、
あお金だな。まあでもね、この多分ファーストステージにおける欲しいものっていうのは大体買っちゃったと思うんだよね。次のステージ行きたいってことで、もう駆け足でどんどんやっていきましょうって思ったんですが、これアイスいらんかもしれん。品物商品メニューがね、ちょっといろいろ変わっちゃって、お客様には申し訳ないんですが、それを目当てで来てる方がいたらね、これはねやっぱりこっちがいい気がするな。元に戻しておこう。はい、元に戻りましたので、やっていきましょう。スタート。このね、食器洗浄機ね、やっぱり手前にあった方がいいかもしれないな。なんか奥にあるとめんどくさかった。今よし、こうしてデスプレッソは出しといて、はい、オッケー。で、二つ目を用意しておく。これがいいね、多分ね。オッケー。いや、エスプレッソもだいぶ様になってきたな。ドリップコーヒーね。はい、お待ち。よし、カップはもうどんどん洗ってった方がいいな。ここで貯めるとね、結構なくなっちゃったりするからね。ワンちゃんが厨房入ってくるんだけど、これまずいかな。食品衛生法でなんか引っかかったりしないかな。自由に出入りしてる。めちゃくちゃだな、このワンちゃん。よし、いいよ。これそうだ、こうしておけばいいんだ。オッケー。どんどん来てくれていいんだけどね、なかなか今日は入りが少ないね。もっとみんなドバッと来ちゃっていいんだけどね。どうしたんだい、そんなもんか、お前らの実力は。もっとかかってこいよ。はい、でも全然余裕でしたね。お金も結構あるな、すでに349ドルある。なんか使えるかな。お、早歩き。なるほど。ってことはなんかちょっと忙しくなるかもな、早歩き。どうだろう、あんまりこのイベント発生したことないからわかんないけど、とりあえずやっていきましょう。さあ、ここは今まで通り変わらずと。食器洗浄機も使い方がだいぶ慣れてきた。でもこのやっぱ食器洗浄機大きいから遅いな。もうちょっとバンバン洗ってほしいんだけどね。ちっちゃくてもいいかもな、こんなにいっぱいかけるんだったら。ちっちゃい方が早いからね。そうしましたらショップ行きたいね。こっち行こうかな。まあ今日はでも簡単なお客さんなのでね、瞬殺でしょう。はい、ありがとうございました。いやー、何も問題なく順調すぎた。そしたらショップが行けるね。何かいいもの売ってるかな。どうだ、あー、いらないね、全部いらない。再表示してみましょうか。なんかいいの来ないかな。来ないね、来ないね。次もう一回どうだ。あー、来てないね。まあ何がいいのかって言われるとね、ちょっともうないかもしんないんだけどね、これ以上今の段階で手に入れられるいいものって。ただもしかしたらあるかもしれないというね、期待を込めて回してみますが、強いて言うなら、このね、スタンダードテーブルっていうのをおしゃれなテーブルにしたいんだよね。あと一個。ないね。使用済みカップ置きとかもな、あっても邪魔だもんな。ってことで、まあ、しょうがないかな、今回は。いいでしょう。じゃあなんか、後々のために、ここら辺入手しちゃおうかな。ドリップコーヒープラスミルク、いっちゃいましょう。OK。ブアオーバーコーヒーは、
これはなんだ、何が違うんだろうな。なんか知らない名前が2つ出てくるのが、ウォーターヒーターとケトル、これかな。おう、使用済みのフィルターをゴミ箱に捨てます。ゴミ箱はここで使うんだ。なるほど、全く使い道のなかったゴミ箱がここに来て何かの役に立つ。いやー、でもまだいらないかな、そこは。だとしたらこっちらへんなんか入れておこうかな。手に入れてさ、エスプレッソダブルとか言ってみようか。これ購入。オッケー。カプチーノもいっとくか。わかんないけど。よし。オッケー。じゃあ、お金使い切ったので行きましょう。さあ、お客さん、普通のお客さんなので、これはもう余裕かな？で、今、手に入れたコーヒーの説明が入ると。まあでも、ここら辺はいらないでしょう。今んとこ。うん。これでいこうかな。OK。さあじゃあ、スタート。すごい穏やかな時間が流れてる。何もすることがない。あれ、こんなに人来ないか。はあ？どうなってんだ、今日は。なんか、そういう日なのか。どっかでお祭りとかやってんのかな。誰も人が来ない日。まだ4人目。もう半分過ぎた。営業時間。営業時間半分過ぎてまだ4人しか来てない。5人目。あれ？こんな穏やかな平日があっていいんでしょうか？ちょっとなんか、美味しくないっていう噂が広まってきちゃったかもしれない。バレたか？作り置きしてんのが。はい、ありがとうございました。よし。さあ、これで？あともうちょいで、またあのボス戦みたいにいけるね。いやー、あれいけるのかな？とりあえずやっていきましょう。いやー、なんか手慣れすぎてもう余裕になっちゃったな。何も焦ることがない。はいはいはい、お待ち遠さま。いやー、全然だね。もう終わりだもんね。はあ、いや、うまくなっちゃったな。ここに立ってる時間が長いもんな。完全にボディーガードなんだよな。SP。この店の SP みたいになっちゃったもんな。門番。いやー、なんか、なんというか、ありがとうございました。余裕だな。難しいお客さんでも全然だな。さばけちゃうな。さて、せっかち、やばい。すべてのプロセスが 10% 早くなる。あれ、これはいいのか、いい方かな。私の作業の時間が短くなるってことかな。どうなんだろう。まあ、ちょっとやってみればわかるかな。次行きましょう。スタート。さあ、今のやつはどんな感じなんだろう。 10% 速くなるっていうのは体感できるもんなんかな、それともごくわずかの違いなのか。はいはいはい、お待ちと。いや、なんかでもわかんないな。今の引いてる時間短かったかなっていうの、今なんとなく体内でカウントしてたんだけど、わかんないな。はい、最後ラッシュ来てるけど、間に合ったね。さばききった。オッケー。いやー、だいぶ、結構危なかったな。なんとかなったけど。よし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 。おー、154ドル、収益。出たね。いや、最後だってもう街出たもんな。あんなことなるんだな。よし。ということで、ここで、買い物をして次へって感じか。うわ、どうしよっかな。カウンターとか持っとくかな。もう一個。なんか、後々必要になるかもしんない。で、まあ、どうしようかな。
次行ってみようか。再表示してみて。どうだ？あ、エスプレッソマシンもう一個買っておくのありかもな。これ、ありだな。よし。で、再表示して。あー、いいかな？こんなもんかな。アメリカーノも買っとこう。よし。もうレシピがすげえいっぱいあるけど。何も使わないっていうね。さあ、エクストリーム来ました。アメリカーノは別に今はいいかな。よし。そしたら、今じゃあ、エスプレッソマシン。エスプレッソマシンを、これ、置いちゃおうかな。で、この何もない棚は一旦こっちでいいかな。うん。あれ、なんかこの棚がないといけないって書いてあるな。いらんだろうこれ。マジでこの棚ないとダメ。じゃあこうか。うわー、ちょっと水が取りづらい。やだな。棚どうにか処分できないかな。いやー、まあでもしょうがないな。こうしとくか。うん。じゃあやっていきましょう。エクストリームモードスタート。いやー、いけるかな。あ、やっぱ、あ、やっぱやば。あ、水取りづら。あ、これやばいかもしんない。あ、想像以上にやばいかもしんない。あ、まずい。まずい。うわ、嘘。あ、違う。あ、これやったな。まずいな。よし。とりあえず、落ち着いて。エスプレッソが出てくれる分には、今は余裕だね。オッケー。はい、かけといて。あ、これも入れちゃおう。よし、いいよ、問題ない。さばき切った。一旦さばき切った。うわ、ちょっと待って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 。いや、何取ってんの。あ、これやばいな、これやばいな。あ、あの人あれか、大勢来たのかと思ったらそんなことになった。一人だ。よし、カップ片付けて、回して、はいはいはい。あべ、あの、この人、あ、やばい。まずい。よし、あぶね。こうして、はいはいはい。あれ、あ、そっか。はいはいはい、こうして。いや、まずいな。あ、これ回して。やばい。入れて、はいはいはい。あ、なんとかなってる。なんとかなってるな。あ、ちょっと待って、これ。あ、まずい。カップが邪魔すぎ。よし。オッケー。はいはいはい。こうして、あー、間違えた。出す順番が違う。あ、やばい。できてない。エスプレッソ作ってない。ミスター。やべえ。ミスター。あ、違う。よし。あ、カップ取っちゃうな。やばい。待て。ああ、夢か。ああ、よかった。ちょっと嫌な夢見たな。夢を見てる間にね、レシピをね、いろいろ覚えましたね。レベル3のレシピを、一つ、プアオーバーコーヒー。あれ、もう一個覚えたはずなんだけど。あれ、これ以上しちゃいけない。なんだこれ、どういう状況だ。あ、いけた。これだね、フラットホワイト覚えたんですが、私はまだドリップコーヒーとエスプレッソでこの二大巨頭でね、やっていきたいと思います。いろいろね、なんか使えるものも増えたりしたんですが、そこら辺はまだいいでしょう。さあ、これで今度こそやっていきましょう。クリア目指してスタート。いや、マジでもうクリアしたいよ。本当にここのステージむずいよな。
なんでこんなにいきなり難しくなるんだろうか。よし、とりあえず豆も入れといて、もうだいぶね早くなりましたよ、私の手際も。よし、もうかけちゃう、1個でかけちゃう。エスプレッソね、はいはいはい、お待ちどうさん、いいよ。エスプレッソは急いで次の用意して。ばあちゃん遅いな。よし、 OK、 いいよ、全然いい。ドリップだったらどん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 ちょうだい。ああ組めてない。よし、 OK、 はいはいはい。これ一回ちょっとね泳がしておく時間もあってもいいんだよな。 OK、 エスプレッソね、はい、待ちど。なんか符号みたいなつこねえな。エスプレッソね、はいはいはい。でこういう時にちゃんと洗い物もやってしまうと。オッケー、一回ちょっと泳がして、はいはいはい。飽きたな、我が宿敵。こいつなんだよな、問題なのは。あ、違う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 、入れて、はいはいはい、はい、オッケー、いいよ。意外とでも待ってくれんだよな、時間的にこの人は。あ、間違えた、危ない危ない、はいはいはい、ちょっと待ってね、やばい。よし、こうして、はい、こうして、カップは、あー、これじゃ、はい、こうして、エスプレッソ、はいはいはい、待ってね、ちょっと待ってね。あれ、カップが足んなくなっちゃうな、カップ足んないな。ちょっと待ってね。エスプレッソやばいな、やばいな。ちょっとちゃんと片付けてから落ち着いてエスプレッソを出す、入れて、入れながらの、はいはいはい、オッケー、はい、エスプレッソね、はい、お待ちどうさま。いやー、やばい、忙しいな、やっぱり。カップがね、カップがね、くそ、エスプレッソが、エスプレッソが間に合わない。2つあっても間に合わねえんだよな。オッケー、よし、でもいい、ちゃんとちゃんと動作してる、これはいい。オッケー、作っておいて、あ、まあ、ミスった、今の、今のはミスったな。アイスプレッソじゃない、フェイントだと。くそ、よし、まあ、いけるか、はいはいはい。あー、なんでこれ。左に持ってこうとするときだけこのエスプレッソの器が持てないっていうね。なんかあるよな、これやられてるな、システムにやられてるな。やべ、まだ入れてない、はいはいはい、オッケー。あー、いいじゃないいいじゃないいいじゃない、回ってる回ってる。あー、なんか余裕出てきたな、なんか余裕だな。あー、余裕じゃないな。エスプレッソ3連続はずるくないもん、これは完全にもうこっちは決めに来てんじゃん。よし、 OK、 なんとかなった、はいはいはい。エスプレッソね、はい、エスプレッソ分かったから。ちょっとずるいな、その畳みかけ方は。 OK、 よし、いいよ。これあれかな、食器洗浄機が遅いのが問題なのかな。よし、入れて、はい、 OK。 あ、もうこれで今日終わりだね、あなたが最後のお客さんだ。あー、行きましたね。よし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 、お、新しいキャラバンがアンロックされました。キャラバン M がアンロックされましたって。いいね、お見事、ゴールまでたどり着きました。ほう、でそうなると、おお、新しいマップ行けた。待って、これレシピ4つとか。余裕すぎるんだけど。何個持ってると思ってんだよ。え、みんなこれ4つとかギリギリでやってくるもんなのかな。え、だとしたらめちゃくちゃセンスないんだけど。私のこの状態だってもう10
個とまではいかないけど、そんぐらい持ってるもんね、レシピ。マジか。という具合で、本日はここら辺で終わりましょうかね。いや、長い夢も見たしね、ちょうどいいんじゃないかな。はい、というわけで、次回このステージ2、このエクストリームもすごい人数来そうだね。この人たちをね、完膚なきまでに叩きのめしたいと思いますので、よかったらまた見に来てください。では、おやすみなさい。